2013年10月でも大して綺麗じゃないみたいよ。この写真だと透明度は高そうだけど、結局観光客が多い場所はダメなんだって。あ、そうか。そうなるかどうしたって。でもね、観光客が多くてもこの花馬ってところはものすっごい綺麗みたい。花馬ってフラワーホース？いやいや、ハワイだから。あ、そうか。あ、本当だ、ワイキキと全然違う。入場料取る上に環境保護のビデオ見てからじゃないとビーチに出られないらしくて、ルールも徹底してるって。ウミガメだ。海外だと現実見ないから国内にしよっか。どっかない？行きたいとこ。いや別に。なんかあるでしょ、今なら紅葉が見たいとかさ。桜かな、そこの桜。毎日見てるじゃん。いや、下から見上げてみてみたい。じゃあ桜の名所調べてみよう。ここは？なんて読むんだ？高島城跡公園？高島城址公園。全部違ってた。戦国時代に合戦があって、戦死した人たちの血が桜を赤く染めてるっていう伝説がある。だから他の桜より色が濃いんだよ。へえ、何それ怖っ。割と有名な話だよ。行ったことあるの、いっちゃん？いや、ないけど。じゃあ行ってみる？え？赤い桜、長野なら日帰りで行けるしさ、1日くらい思い出作りに。え？どうしたの？なんか今日変だよ。そう？別に普通だよ。なんかあった？なんもないよ、普通だって。ならいいけど。さあ、もう11時だよ、お風呂入ろう。お風呂。お金とか大丈夫？お金？父さん、しばらく来てないしさ。振り込んでくれてるから。私だってシフト増やしてるし、全然大丈夫だよ。そう、入浴剤入れよっか、温泉の気分だけでも。うん。ねえ、湯布院と草津ならどっちがいい？え？知ってたの？だから桜見に行こうって？そうじゃないよ、そうじゃない。じゃあどうして？何がごめんなの？何がごめんなのか言えよ！父さんも知ってたんだろ？だから来なかったんだろ？っていうか、来れなかったんだろ？いっちゃん、落ち着いて話そう。お願いだから。ごめん、大丈夫。いつかこういう日が来るんじゃないかってずっと考えてたことだから。本当のことを教えて。3ヶ月くらい前、お父さんがうちの店に来て、メモ紙だけ渡してすぐに帰ってった。なんて書いてあったの？いっちゃんの写真が出てることと、あとはよろしく頼むって
それだけ。ずっと言おう言おうって思ってたんだけど、話したらいっちゃん絶対警察行くと思ったから、だから言えなかった。本当ごめんなさい。謝んなきゃなんないのは俺の方だから。本当ごめんね。今まで本当ありがとね。